こんにちは、モノモースです。今日は、プロ野球界があざわついている話題についてお話ししましょう。それは、DNA のドレバー・バワー投手の挙手について、彼の動向が日本のプロ野球界全体を揺るがす可能性があるんです。まず、バワー投手の現状を簡単におさらいしましょう。彼は今年1年契約で DNA に入団し、その活躍は目覚ましいものがありました。しかし、彼の契約は今年で終了。そして、彼の挙手については国内の他球団も注目しているという状況なんです。さらに、彼は d h 制を敷く、パ・リーグでのプレーを希望してい しているとのことまた彼はユーチューバーとしての顔も持っているため動画撮影が可能な中断を求めているとのことこれらの条件を満たす球団が彼の新天地となるのでしょうかここで私の意見を述べさせていただきますバワー投資のキャッシュは彼自身のキャリアにとっても日本のプロ野球界にとっても大きな影響を及ぼすでしょう彼のような才能ある選手が日本に残ることは日本の野球界全体のレベルアップに繋がると私は考えていますしかし彼が求める条件を満たす球団があるのかそれは問題です特にユーチューバー としての活動を認める球団はまだまだ少ないのが現状ですしかしこれは逆に新たな可能性を示すものだとも言えます野球界が新たなメディアとして YouTube を取り入れることでより多くのファンとのコミュニケーションが生まれ野球人気のさらなる拡大につながるかもしれません最後にバウアー投手の挙手については彼自身が最終的にどのような選択をするのか私たちファンはただ見守るしかありませんしかし彼の選択は日本のプロ野球界に新たな風を吹き込むことを期待しています以上モノモスでした次回もお楽しみに。